はい、というわけで今日なんですけど、なんか新しく荒野行動のゲーム内のさ、メイクシステムってあるじゃないですか。初期キャラを作るときに、まあ、顔を作るやつね。そのシステムがリニューアルされたということなので、今日はね、そちらをね、ちょっとやっていこうと思います。まずね、何を使って、で顔を変えればいいかっていうと、初期設定から始めるとその時にまあ変えることができるんですけど、ここから売ってるかな、これですね、顔変え札。今これ150金券になってるんですけど、これダイヤでも変えるか、1500ダイヤ、まあ無料でね変えられますので、まあこれを使って変えていくと。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、過去のメイクシステムの顔はこんな感じで、なんとこれがですよ。なんとこれがって、この顔の人に失礼かもしれないけど、なんとこれがこちらになります。どう、これがこう。ずいぶん違くない？だいぶ違うよね。もう前のも前の良さはあるけども、新しいのめっちゃいいよね。まあそれをね、今日はね、まあちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ普通にやっても面白くないので、まあ僕といえばね、まあ雑魚じゃないですか。自分を自覚してるんで、見た目だけでも強くしようかななんてね、ちょっと今日は思います。で、強いやつってなんだろうと。まあ今の時代ね、トレンド的にも考えると、朝倉未来さんでしょ、それは。今回はちょっと朝倉未来さんにちょっと寄せた顔、どこまでこのメイクシステムがリニューアルされて素晴らしいシステムになったのかをちょっとやっていこうと思います。さあ、まず、一旦ちょっと衣装を剥がしていただいて、はい。これ邪魔だな。このマスクも邪魔。あ、いいですね。これを朝倉未来さんの顔になるのか、実際と。僕もちょっと所持してるんで、一枚。まあ、これを使ってやっていきましょうか。おっと？なんか？お、なんかちょっと透かしてるけど？え、こんなスタートなの？めちゃくちゃなんかかっこいいけど。おいおい、来ました来ました。あー、いろいろ変えられるんだ。ちょ、洋服もいけるんだ。初期設定の洋服ね。朝倉未来さんにもちろん寄らせていただくんですが、限界はあると思うので、僕のね、能力不足。ゲームの中の限界というよりは、多分僕の能力不足なんで、まあ、その点はちょっとご了承ください。俺なりの朝倉未来さんを作っていこうと思います。よし、じゃあ、作っていきますよ。まず、額。あ、ちょっと上げる。ちょっと額が、どんな感じなのかな。わからん。わかんねえんだけど。でも髪型からいくか。まず髪型だよね。これ？あ、これではないな。これではないよね。これか？いや、ちょっと違うよね。え、どうしよう。これかな？うん、これかな？うん、これがちょっと近いかな。これのさ、得意な人いるよね。こういうのが得意な人って。あ、なるほどね。はいはいはい。まあ、ちょっと格闘家なんで、これ出てますよね、と。すげえ細かい設定でできる。これは？前後、ちょっと俺にはちょっと理解ができないんだけど。細かすぎて伝わらないモノマネみたいになってるけど。あ、ここね、これ、もちろん最大にしていきましょうか。結構骨格がしっかりされてるので、一旦ここ行こうか、ここね。こうだ、こう、こう、こう。じゃあ太ってるわけじゃないから、がっつり、ガチッとしてる感じだから、ガチッとね。で、顎ね、顎。顎は、そんなに出てない。これそんな出てない。これそんな出ちゃってる。やばいな、これ。バン！こういう感じ？いや、こんな感じかな。幅か、幅。あ、ちょっとこれ前に出てるかどうか？あ、これ前に出てるかどうかか。こんな感じか。結構しっかりとしてね。あ、寄ってきてねえかも。バン。え？寄ってきてない？眉毛がね、やっぱね、特徴的なんで、眉毛で全て変わりますんでね、これね。で、あー、これはちょっと、いい感じ。目がね、そうだ。目だよね。うわ、すげえ細かい。こうだな、こう。で、目尻が、こうだ。こうか。いや、そんなパッチリしてる、あれではないよね。こうで、こうか。どうだ？俺の作れるかな？作れるかちょっと不安になってきたんだけど。いい感じの、なんか、いいね。目つき良くなってきたね。どうよ、これ。あれ、全然違う、これ、もしかして。ちょっと待って。まだこっからだから。こういうの作るのね、得意な人がやるべきだわ。まあ、今回は、でも俺でも、うまくね、作れるっていうところ見せたいので、ちょっと頑張って作ってみるわ。うん、なんか、これはこれでこういう人いそうだけど、なんか全然違うな。あ、鼻だわ。鼻だったわ。特徴鼻。こうだね。鼻はちょっと短くはないけど、これ横から見た方がいいのかな。これが、ちょい高でね。これか、オッケー。お、いいじゃん。ここが、これですね。あ、四角ねえか。割と。これは普通に、あ、でもそんなにここ出っ張ってないから。ほら、どうよ。バン。え、口元。え、ちょっと下がり目なんでね。これちょっと口角を下げて。よ
よし、完成したな。とりあえず衣装が決められるんだ。ああ、なるほどね。もうちょっとじゃあ、スターっぽくしたいので、これでかな。よし、じゃあ、これでスタートしていきましょうか。完璧だわ。いきます。これで、パン。あれ？やっぱこれはね、作り手がちょっとあまりにもセンスがなかったんで、謝罪させていただきます。ごめんなさい。まあただね、こんな感じで、だいぶね、細かい設定でいじれるようになりましたので、皆様ね、よかったら作ってみてください。まあこれでね、この自称、朝倉みくるさん要素ゼロなんですけど、どこ行ったってみたいな、吹き飛んだみたいになってますけど、まぁちょっとこれでね、軽くね、ちょっと敵の方揉んでやろうと思います。やっぱさ、朝倉みくるさんの、やっぱ顔になったとしたら、もう気持ち強いんで、もう気持ち最強になってるんで、もう負けるわけないですよね。ちょ、見てみましょうか。軽くね、軽く見てみましょう。バン。ちょっと待って。あれ寄ってくんな、寄ってくんな、これ。寄ってくんな、ちょ、離れろ、離れろ。これ、朝倉みくるさんというよりは、売れ損ねた俳優みたいな顔になってるよ。うん、なんか、表情も若干なんか、将来諦めた顔してない、なんか。幸薄そうだな。いや、でもさ、新しくリニューアルされたことによって、皆さん的にも、かなりさ、なんかもどかしいところあったと思うんですよ。いや、もっと私の方が可愛いでしょ、みたいな。なんか自分にね、に寄せたキャラクターを作りたかったりしても、もっと私の方がここはこうなんだけどな、とか、僕はここはこうなんだけどな、みたいな。うん、もしくはさ、もうちょっとこういう風になってんのが理想なんだけどな、ああいう風になってんのが理想なのあると思うんですよ。まあ、その夢に関してはもう今回叶えられたと思います。間違いなく。しかもなんか根本的ベース、デフォルト設定がめちゃくちゃイケメンだから、まあ基本的に僕はもう変えなくてもかっこいいと思うんですけど、まあそっからでオリジナリティ入れて、まあ皆さんね、自分独自のアレンジして、まあ作っていくと。まあ今までもうこれでいいやって思ってた人も、一旦これ触った方がいいかもしれないですね。うん、面白い。また新しいなんかさ、自分の顔がね、発見できるかなと。まあそんな感じ思ったので、まあ一回触ってみることをおすすめします。ちょっと待って、もう一回確認しよう。誰だこれ。バン。よっしゃー。まあね、もうメイクシステムをリニューアルで完全に俺も強戦士になってますんで、今雷神のメイン張れるぐらい強いんじゃないかって言われてますから。今これによってだから荒野コードってまあ何回も言ってますけど、気持ちのゲームなんですよ。気持ちが強い方が勝つんで、エイム力とかじゃないですよ。もう心の強さのゲームなんで、これは。だからその辺ですよね。今完全に心もさなんで、心もさ化してるんで、これ絶対負けないですよ。さあさあさあ、ちょっとぶち倒しに行きましょうか。安全地帯が確定しました。安全地帯確定しちゃって、さあ敵はどこだ。もちろん今回も一発本番でかましていこうと思います。足跡発見、来たぜ。待って、ここで死んだらちょっと朝倉みくるさんの強さは発揮できない。いや違う、俺は朝倉みくるだ。レッツゴー。こんなところひよってる場合じゃないから、まずね、ひよってる場合じゃねえよなと、いねえよなと。ちょっと待って、どこだ？あ、なんかいる、ほら来た！ほら来ていく！オッケーオッケーオッケー、完璧だ。これですよ。メイクシステムがリニューアルすると、こういう風な、はい、車抜きしちゃいます。はい、無理いや、なんか負ける気しねえな、今回。でも、こういうのさ、作るの、やけに上手い人とかいるから、そういう人で、なんかいろんな有名人とかさ、X とかでさ、ポストしても面白いかもね。なんかみんなで共有し合っても面白いかもしんない。今までのメイクシステムだと、まあ、近づけることは可能だったと思うの、そういうね、有名人の顔。ただ、もう極限まで寄せることは難しかったと思うんだけど、今回のキャラシステム、マジで、ご本人ができます。なんかいたな、これな。どつるか。荒野ランドで負けるやつおるん。俺が何が言いたいか。荒野ランドで負けるやつおるん。いた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 。オッケー。ふぅそんなこと言わねえか。HG みたいなこと言わねえか、そんな。銃声が聞こえるところにも突っ込んでいきましょう、全部。負けないんでね。うん、路上の伝説。これ今年でいくつなんだろう。路上の伝説が言ってる場合じゃねえな、俺。俺誰だ？見れば見るほどなんか違う人に見えてきたな。まあでもね、俺のオリジナルであることには間違いない。俺が作ったオリジナルであることには間違いはない。誰かは知らない。じゃね、動くんじゃないよ、本当に。OK ナイス。いや、そういうことやな。やっぱ覇王色だよな、こういう時は。エイムでダメなら覇王色。はい。繰り返して。バン。エイムでダメなら覇王色。はい、みんな。はい、どうぞ。バン。画面の向こうではみんな繰り返してると思うから今。ありがとうありがとう。骨のあるやつがちょっといない、あ、いたな。骨なしアジフライみたいになってんな、俺。オーケー！俺様ウィーだわ。俺様ウィー。よっしゃー、なんかほんと負ける気しねえな、今回。おかしいな。負ける気しないって言って速攻で初動詞する予定だったんだけど。
おっと車が後ろにどこだ、あいた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 、それおお待って待って待って、あいたはい、というわけで、皆さんも新しいメイクシステムご利用ください。うべえ、俺に任せとけ、はるパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり、 Who wants a country? ホログライスステージも淡いな。